まあ、チームとしては、少し、負けの方が多いんですけど、まあ、去年よりも一つは出てるし、決まったばっかしだし、チームとしては、これからいい方向に向かっていくと思います。じゃあ自分としては、好調とは思ってなくて、まだ自分の持ってるものを出せてない部分もあるし、もっともっと、できると自分の中では思っているので、まあ、まだ好調とは言えないですけど、まあ、最低限の仕事はできているかなと思います。タイミングですね、はい、タイミングを合わせて、相手に打たされない、自分のスイングをするということを打席の中で、心がけています。そうですね、チームとしても、点が入らないという状況ですので、なんとか自分として、打点の方も稼げればいいなと思って打席に入っています。でそれは感じますけど、マークされることは、逆に嬉しいことでありますし、まあ、その上をやっぱり行かないといけないと思ってますので、まあ、相手も研究はしますと思っていると思いますけど、その上を、僕も研究をして一つも多く稼ぎたいなと思ってます。まあ、とにかく自分の持っているものを、試合で 100% 出せたら、その結果が僕はいいと思っているので、まあ、特にその数字っていうのは、開幕前から、設定してない通りまだ設定はしてないですね。イーグルステーションをご覧の皆様、楽天イーグルスの藤沢です。今日からオリックス3連戦始まりますけど、3連勝を目指して、個人的にもその勝利に貢献できるように頑張ります。応援よろしくお願いします。